平原慎太郎です。普段振り付け家をやってます。あと自分で踊ることもします。はい、よろしくお願いします。その遺跡みたいじゃない、はい、だからその清野さんがその文明とかまた植物とかそういうものにこう憧れるとかそのピュアな心があるんだなと思って、やってることはすごくシンプル、だから植物とかその自然にあるものの美しいと思われるエッセンスをこうドラッグ&ペーストしてきて、でその空間にそれを持ってくるじゃない。やってることはすごくシンプルだねと思ってて、で僕もやってることはすごいシンプルで、人間の体だから、まあ、どうやったって綺麗だから、ただそれをまあ空間に配置してってより面白い順番で並べていくみたいな、だやってることはすごくシンプルなんだけど、だけにやっぱセンスが問われるじゃない、やっぱり。でそこになんか知性とかも感じるし、知性を感じるってことはやっぱりその人に届きやすい形でちゃんとリリースしてるから、そこもやっぱりなんかすごくなんだろう、バランスの取れた人だなって感じ。感性もあるし知性もあるし、うん、で優しいしね、なんか、うん、それはすごい感じて。そうだね、本当あれをビジュアル化してるのはすごいよね。で実際作っちゃうからすごい人だなと。の影井正幸と申します。普段は、オルガンワークスというダンスカンパニーの、音楽を作曲を担当させていただいてたり、舞台、まあ、その他の舞台ですとか、映像作品の音楽とか企画というのをやらせていただいてます。彼のオファーもまあ、モニュメントはこういうのを自分が作りますって、だから彼の才能はここで発揮するんだけど、それをからインスピレーションを受けたもので作ってくださいっていうオファーだったんですよ。だから才能をで作ってくださいっていうオファーだったので、まあ、すごいやりやすかったんですよね。僕は結構その音楽的に捉えることが多くて、自然というものを音楽として捉えていて、宇宙 のそもそも誕生しているシーンっていうのが、まあ、例えばビッグバンって言われてるじゃないですか。あれも音楽的に言うとバンっていう音から始まったっていうものもあって、そこから惑星とかがこうくるくる回って、まあ、地球も回ってますよね。あれは一個一個が固有の音を放って回っていて、で太陽系で考えると音楽を奏でてるとされてるんですよ。宇宙の音でいうの中のわずか数パーセントしか人間って聞こえないんですけど、だから音としての認識はないけど、多分肌感覚で音っていうのを感じてて、なんか宇宙とのつながりっていうのを僕は音楽を作ると同時に、宇宙のことを想像してるんですよ。だから光の表してるこの花とかもやっぱり地球の構造というか鉄があって、その上に花が植物があるみたいな、その宇宙の構造というか地球の構造みたいなものを表現してる方なんで、彼の作品を見てると音がもう聞こえてくるというか湧いてくるんですよね。だからそういうつながりでなんかこう作ったっていう感じですね。Hola, buenas noches. Mi nombre es Santiago La Torre. Soy español y me dedico a la fotografía profesional hace 20 años. Sí, 20, 21 años, más o menos. Pues eso, sobre todo me inspira naturaleza, que creo que es un poco lo que ha querido hacer el artista, ¿no? En la obra. Sobre todo eso. Aparte, soy un amante de naturaleza desde pequeñito. Entonces, cuando me he metido dentro de la obra, me he sentido como dentro de un bosque real. Pues a ver, sobre todo el tema de los tiempos.
porque como son eventos al final con tiempos reducidos, el tiempo es lo más complicado. Luego lo que fotografié ayer, por ejemplo, el evento este de danza, fue complejo porque desde donde comienza el baile hasta donde acaba, hay una diferencia de iluminación impresionante. Entonces al final es más como un, no sé si puedo decirte, fotoperiodismo. Es de correr, es de disparar rapidísimo. Y eso es lo que más complejo me ha parecido, la verdad.津村礼二郎でございます。関西流の農薬者をしております。そうですね、やっぱり化石っていう言葉がね、まあ、すごく印象ですよね。まあ、象徴の化石ですから、なかなかちょっと理解難しかったんですけど、まあ、いろいろ原爆のキノコ雲であったり、まあ、人間の歴史だったりから、まあ、この僕がちょっとね化石であったりするので、やはり人間の行いっていうものがだんだん時間とともに化石化していく、しかしながら、まあ、象徴としての存在はね、やっぱり消えることはないと思うので、それをまあ多分清野さんはこの彼の その創作で何かを伝えたかったんだろうと思って、まあ、僕は僕なりのことで、まあ原爆とか、まあ、いろんな世界の人類が作って、しかも自ら人類が自分を滅ぼそうとしていく、そういうものも作り出していると、まあ、それに対してね、まあ、反逆ではないですけども怒りと、まあ、僕としてはちょっと殺戮の怖さとか、刀を持ってねこう戦いのシーンを逆に入れてみようという、あそこが一番まあ難しくて、あとまあ死した人たちの化石のとなったものたち、まあ、植物も人間も含めてですけども、まあ、そういうなんかものスピリッツが最初の、まあ、マスクに象徴して、であと少しその上がらっていく人間の、逃れられない、まあ、バトルというか戦というか、そういうようなもののシーンと、そして最終的にまあ平和を、まあ、能の作品もねやっぱり戦とかいろんなものはあるんだけども、常に、周りが平和でありたいっていうのがやっぱり芸能として一番根幹にあるんですね。で最後の、歌でその平和と、で静かにこうみんなで安らかに行きましょうみたいなところにしたらいいのかなというようなちょっと安易なんですけども、やっぱり振り付けとかそういうのするのに、僕たちの場合はやっぱり道具がどういう道具で、まあ、これも道具ですよね、してこの道具をどう使うかと、これの道具に対して自分はどんなものを用いるのかという、まあ、そこからこうインスピレーション、そしてそれから動きが決まっていくというか、あと音楽とどうしよう昨日の夜までどうしようと聞いて考えて、まあ、バレエダンサーなんかだとリズムでねカウントで動かれますけども、僕らはカウントで動けないので、まあ、トータル的なイメージを持って、精神体表現をね、はい、入れて。